はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、今日もアンチャーテッド改造工と最後の飛行の方をねやっていきたいと思います。だいぶまだまだかかりそうですね。22まであるんでねチャプターがなかなか終わらん、ほんま。まあ一応ね、プレス4またはプレステ3の方でね、ゲームタイトルを50音順に縛ってやっていこうという企画を立ち上げてやっております。今腕ね、打たれるものやってますんで、もしよければそちらの方も見てください。で、あとね、この企画の内容がいいなって思う方がいましたら、ツイッターの方でもね、やってるんで、フォローしていただいて、そこでね、拡散とかしていただけたら、さようです。ではやっていこう。あと、ドラゴンクエストビルダーじゃなくて、ヒーローズの方もね、やっておりますんで、2ね、やっておりますんで、もしよければそちらの方も見てください。ではやっていこう。ここ行っていいんか。おい、止まれ。おお、こっちやった。あぶねえ。こっちやった。ねえ、おお。え、目覚めた。おお、なんか宝物発見。まあいいや、取っておこう。ん？ここはどこや？おい、なんか違うとこ来たぞ。違うとこ来たぞ。分からんぞ、どこか。よし、じゃあ行こう。ん？ね。ああ、宝物ね。ついてなかったな。こういうのは別に取っていこうと思ってないで、うー、宝物じゃなかった。読む。今朝洞窟を出る準備をしているときにバーンズと出てきました。1808年の3月20日。人間と食料も日に日に減っていることだし、人員も物資も補充して戻ってこられるかもしれないことを考えたら、一度帰還するべきだと俺は詰め寄った。でもバンズは笑っていた。そうそう、笑い飛ばしてやがったんだ。そうしていつものようにこう言った。財宝はすぐ目の前にあると。俺は断固として譲らなかった。たとえエイブリーの鍵を見つけたとしても、残り1隻じゃ全員船に乗れないし、ましてやヒンドゥーの土からなんて乗せる場所もない。一等航海士のヘイズに同意を求めたが、ユスはまるで俺で疫病持ちみたいにあつっそりしやがった。ああ、疫病ね、ああ、あれね。そしてバーンズが笑顔で近寄ってきて、この遠征のためを考えて、仲間内で不満を煽らないよう求めていった。うん。奴の言葉は、の裏に隠された脅しは明白だ。俺、野営地に戻って、野営地かな。休息を取りたいと提案した。こんな僕でもただ付き合ってられねえ。ここで死ぬつもりはない。それがいつの本に書かれる最初で最後の俺の言葉だ。バーンズがここをリバタイヤだと思ってるなら、もしこのまま続けたいなら、俺抜きで行けばいい。夜が明けたら、こいつらとおさらばだ。案内人なし、どこまで行けるか楽しみだな。ほー、戻す。お、意外と、あ、ちょっと待って。あ、なにこれ、え、建物、町の集会で、ああ、これな、ここな、オッケー、じゃあ先行こう。宝物かな思ったら、メモ見つけましたな。ん？何？あれ？ここ、あれ？え、嘘？え、嘘やな。あ、おお、ここか。ああ、違う。どうも。知り合い見なかった？背が高くて、執念深くて、海賊の宝に目がないやつ。誰に話しかけたんでね、書き込むやつね。お、あ、こっから来てんじゃね。あ、行けた行けた。違うな、こっちじゃないな。こっから行く。上まで登ろうとしたのか。そのブーツで。え、どっから行けと。連打か。
もらってもいいよな。ハーケンを手に入手した。ほう。脆い岩盤に狙いをつけ、四角い白。ハーケン。オッケー。よし、使える。ああ、間違えた。アホ。もうちょいだ。あぶな。オッケー。もう上に来れたね。で、このままよいしょ。こっちが逃げということなのかな。いや、違う。ん、何をどうしろと。ああ、向こう側に行けということかな。うん、よし。オッケー。なるほどね。ほうほうほう。あ、違うかな、道は。うん、ちょっと違う方も一応見て。うん、そうやね。あ、違うやね。よし、じゃあ行こう。おーしょい。いや、こんなとこ行けるわ、ほんま。絶対俺やったら足つくんで行かれへんで。ねえ、おい、なんだ。え、な、おい、いたのか。え、何、あの木の明かりで。ちょっと待って、ちょっと待ってそれ。木が動いた。ちょっと待ってそれ。追い茂ってる。何もいない。悪いみんな、気のせいだ。警戒を続けろ。おう、そ、マジかよ、あんのかよ。怖っ。ちょっと待って、おる、おるー。うっそ、マジかよ。いや、向こう行った。セーフ。あいつも見つからずにやれたら嬉しいんやけどね。見つかるやろ、銃落ちてんねんから。見つからん方がおかしいか。気のせいじゃない。そこには、そこにはおらんよ、そこにおらんよ。そこにおらんよ。だからおらんって、そこには。
何これ、えっ、マジか。オッケー、なら行こう。結局見つかるっていう。こっから行けそうにない、うん、ちょっと下行こう。見つけてやるからな。あ、見た、あ、あ、いや、おうおう、あ、行けた。うん、で何かあったか。こっちは点でダメだ。こっちは異常なし。あっちを見てくれ。俺はこっち。了解。どこにおる？声だけ聞こえてどこにおるかわからん。ちょっと待って、ん、え、え、おい、見つけた。うわ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 、上か、上か、上か、ちょっと待って、見つけたぞ、木のそばだぞ。くっそ、もう逃がさないぞ。あっちには逃げ、どっから撃ってる。おお、話し合って解決しない。おお、ちょっと、あ、お、押してもうたかな。押してもうたかな、おい。押してもうたかな、おい。ああ、見せた、あ、ほう、死んでもた。ごめんなさいね、ちょっとね。よっしゃ、やってもた、しゃあない。あか、まだ死んだもん、まだ死んだもん。命がいくつあっても足りないよっていうね。あっちの上の方か。こっち側にもあってんな、行く場所。遠くに行った。うん。危なっ、危なっ、やれ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 、うわ、くそ。おい、マジか。
っしゃ、オッケーいけたな。オッケー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 。おお、なんか一発。え、どっからやけど、こっち上に持っていったらいけるっぽいな。OK、 新しいのに変えといて、じゃあ行こう。カッパーヘッド、まあそれはいいか。で完全にOK、 上に登っていったらいいかなと思ってるだけやから。あ、こっちがあった。あら、嘘、マジで地段で踏んでるし、地段で踏んで持ってるしな。OK、 でどっから行けと。で、お、これね、後ろに向かって投げるネイト。よいしょい。じゃあこの先やね。サム探しに行ってるだけで何狙われなあかん。どこ行く？めっちゃ思うわ、ほんまそれ。うん。で、まずそう。おお、来た。もう通り。通り。あ、こっちだね。うん。こっちだ。うん。これ。なんか見っけた。やむ。このメモを見つけたものへ、カステラのリーダーであり、この調子と。のリーダー、ええ、この調査隊の出資者であるジェナサン・バーンズはエイブリーの財宝を求め、俺と俺の仲間の命を奪った。ヌルクミンを極度の疲労に追いやった。栄光を約束しておきながら病気と飢えで苦しめた男をマストに縛りつけ死に追いやった。それから口答えした案内人の命まで奪った。気候の準備をする俺を見つけ詰め寄ってきやがった。俺は銃を振りかざしたらイギリスに戻って奴のお金を世界に知らしめてやると言った。言ってやったの。そして背を向けたその時、ゴロツキが背後から俺を撃ってジャングルの奥に逃げていった。俺も撃ち返したが弾が当たったかはわからない。手に力が入らない。俺の命は残り少ないだろう。お願いだ。正義の裁きが下されなかったその時は、バーンズがその裏切り行為の報いを受けるよう神に祈ってほしい。署名、ウォルターヒーズ、サフォーク投稿開始。え、うん、分かってない。23日よ、3日後かい。あれの3日後かい。お宝見つけられなかったのか。うん。ああ、これは宝物に、ね、宝物のある場所に道はない。違うところ行こう。うん。で、どこ行きゃいいんや。こっち側か。さっき来てなかったな、そうやね。お、ここやね。さっきは来てなかった場所や。開けたところに出てきたね。それはいいとして、なんかあるんか、ここに。あ、え？ヒント？壁の上まで登る。ああ、違う。あ、待て。オッケー。あの上ね。うん。
に登るところあるかな。ないね。あれどこや。ああ。ほう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 。こっちは違う、場所は違う。あれどこや。ヒント、ヒントもう一回見せてな。どこから行けんね。ちょっと外出てみよう。外で見たら何だろう、なんか分かりそうな気がするぞ。違うか、おおお。違うな。どこや。どっか行ったらいいんやね。いい感じの時間帯にはなってきてるけれども、まあ一旦ここで今日は終わりますかな。ならね、今日はここで終わりにして、また次ここからやっていきたいと思います。それではね、まあ、チャンネル登録の方もしよければしてください。あとね、ツイッターアカウントの方でもドラゴンチーム系で活動中ですので、もしよろしければ見てください。フォローしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。